はい、グッディバルカンパニーの金さんです。よろしくお願いします。アヒルちゃんを作ります。これね、ちょっとね、子供たち力がないとできんかもしれんけど、ちょっと頑張ってやってみてね。大人の力を借りてもいいです。はい、黄色い風船を2つ、丸い風船です。それからこういう端切れ1本、それとオレンジ1つ、これ短いのでもいいよ。じゃあ行きましょう。この緑のポンプで膨らますんだけど、僕はね、2回、1、2、まあ2弱ぐらいかな。で、もう1つは1、2、3、3、結びます。はい、これを結んでいきます。フリーズタイで、このこっち側に向かって親指でグッと押すんだけど、ここをここに向かって押します。グッと押したら、これを掴む、掴んでぐるぐる、でこれを持って持って1回、2回、3回、これ結んでいきます。結んでいく、大人の力がないと無理かもしれない。これをカットします。そしたらこういう形になる、ね、もうここまでできたらもう出来上がりだからね。これはね、たくさんいらないので半分ぐらいカットしましょう。それで膨らませていきます。もうちょっとかな、まあちっちゃめでいいと思います。これぐらいで、これを結んで、これを輪にします。こういう状態にしてこれを結んでいきましょう。ちょっと結ぶのが多いね、子供たち結ぶの難しいもんな。大人の力を借りたりとかしてみようね。こういうの作ったらもうここにつけるだけ、引っ張ります。引っ張ってくるくる、これもくるくる。で、まあ、いらない風船はこれカットしてもらってもいいし、これでもう出来上がりですから、こういう感じです。アヒルちゃんです。で、今日はね、これ黒いマジックで顔を描くだけでもいいんですけど、これ見たらわかると思うんだけど、白ペンを使います。ホワイトペン、ホワイトペンを使うんですけど、今超おすすめはマッキーでございます。マッキーです。で、これね、また改めて作ります動画。これを描いていきましょう。2、3分したら乾きます。そしてこれはフランでいいんじゃん、これはフランでいい。乾かして描いたら一番いいんだけどね。ちょっとまあ時間がないので描きます。いい感じです。難しい。できました。今の時間でももう上からかけれるんで、こういう感じです。できましたね。で、アヒルちゃん作ってあげてください。うわ、
はい、それでは。グッディーバードの中根さんでした。じゃあね、バイバイ。